皆様、こんにちは。ただいまより我々早稲田大学お会いめでやります。令和3年度東京六大学野球秋季リーグ戦対明治大学戦前デモンストレーションステージ、盛大にお祝いをさせていただきます。まずはじめに皆様にご挨拶代わりにお送りいたしますのは、もちろんこの曲、早稲田が誇る第一応援歌、完璧の空でございます。この応援歌完璧の空、歌われますのは総大生が嬉しい時、悲しい時、明治大学をぶっ潰し総経前へと弾みをつけていきたい、まさにこの時などありとあらゆる場面で歌われます。メイン応援歌中のメイン応援歌でございます。本日応援歌完璧の空、センターリーダーを務めますのは東京都立アクアポート学校出身、文化部4年早稲田大学応援部、本年度東京六大学応援団連盟常任議員を務めます明石良樹でございます。皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより我々明治大学応援団によります、早稲田落ちとは言わせないスペシャルステージ、盛大に執り行わさせていただきます。皆様にまずはじめにお送りいたします曲は、いかなる応援いかなる催しに際しましても、まずは先陣を切って歌われます、応援歌の切り込み隊長、第一応援歌紫紺の歌でございます。なお本日リーダー務めますのは、東京都私立多摩大学目黒高等学校出身、理工学部4年、本年度明治大学応援団会計を務めます安永智弘でございます。元気お、えかー仕込んだうえーたThank you.
どうもありがとうございました。引き続きましてお送りいたしますのは、皆様お待ちかね必殺必勝チャンスボタンメドレーでございます。なお本日はギャバンチャンス明治狙い撃ち、やっぱり明治がナンバーワンでおなじみのハイパーユニオンだけにはとどまらず、この曲がひとたび鳴り響けば早稲田に行けなかった恨みが早稲田に行かなかった誇りに変わるという新応援曲プライドを盛り込みました。秋こそ優勝スペシャルバージョンでお送りいたします。
もありがとうございました。皆様と楽しく楽しく、我々が一方的に楽しんでまいりましたこのひとときも、残すところあと一曲のみとなってしまいました。皆様に最後にお送りいたしますのはもちろんこの曲、児玉加害先生作詞、山田耕作先生作曲によります、日本一の明治大学校歌でございます。なお本日リーダー務めますのは東京都私立多摩大学目黒高等学校出身、二工学部4年、本年度明治大学応援団会計を務めます安永智弘でございます。ありがとうございました。以上をもちまして我々の本日のステージ全て終了とさせていただくわけではございますが、明治しか勝たんと思った皆様が明治神宮球場へ足を運び、野球部の方々を応援しに来てくださることを心よりお祈り申し上げつつ、この場を退散とさせていただきます。なお本日は最後の最後までご視聴どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。至急続きましてお送りいたしますのは大進撃スパークリングマーチコンバットマーチになります。早稲田必勝応援曲メドレーでございます。
本日早稲田必勝応援曲メドレーセンターリーダーを務めますのはこの男。この男の就職活動は大変はちゃめちゃでございます。面接にてこの男の実家について尋ねられ、家業は何ですかと質問されたこの男、何を思ったか、家業はかきくけ子でございますと意味不明な返答をしておりました。さらに面接官より、大学生活で後悔していることは何ですかと尋ねられ、はい、それは女性関係でございますと答えたこの男、具体的に何があったんですかと面接官に尋ねられ、具体的には何もなかったんですと答え、即内定をゲットしておりました。ところがその内定先、社内恋愛一切禁止、社会人になってよりどりみどり女性を選ぶはずだったこの男、より独り身に近づいてしまったのでございます。東京都立白鴎高等学校出身、文学部4年、早稲田大学応援部、本年度副賞を務めます、明石よしきでございます。Thank you.
どうもありがとうございました。こちらが楽しく一方的に盛り上がってしまいました。このステージもあと一曲となってしまいました。皆様に最後にお送りいたしますのは早稲田大学校歌でございます。都の西北早稲田の森に和を勉強して始まります。この早稲田大学校歌、その知名度のためはもはや一大学の校歌にとどまらず第二の日本国家といっても過言ではないでしょう。本日早稲田大学校歌センター司会を務めますのは東京都の私立早稲田大学高等学院出身法学部4年早稲田大学応援部本年の代表委員主将を務めます、その名はマサラでございます。
ました。リーダーをもちまして、我々、早稲田大学応援部へ参ります。令和3年度、東京六大学野球秋季リーグ戦、対明治大学戦前、両ステーションステージ、すべて終了とさせていただきます。早稲田文化の一つとして、根的の空や効果を覚え、画面の前の皆様も、オール早稲田で野球を応援してまいりましょう。本日は最後の最後まで、ご視聴誠に